皆さんどうもこんにちは、エルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さて今回は、花火屋に行くということなんで行きたいと思います。あのキャラが出てくるのかどうかだね。この辺りだよね。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。行こう。ちょいちょい町や、うん、あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今からしー見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野じ馬みたいに。ってあれ、お前持ってるのか。し、静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか武士様。ふん、それでいい。行くぞ。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。あー、そういうことね。偽の神の目の話出てたもんね。こっちも騙された。そうだったのか。そうとも知らずにおいらさっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。あ、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや。この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂で宵宮さんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴神島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。おいらも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そんないなこと言われると照れるな、ハンシロー。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使おうて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生ん、なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。その人を助けに行くつもり。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。あやかもオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやら宵宮のことだったみたいだな。
どうやら見せて神の命の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。よいみやは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。なまりがいいで。次の仕事は。さて、目的のところ行きますか。どれくらい離れてる？上の方だね。じゃあちょっとその近くまで行きますかね。あー、この辺りみたいだね。うん、なんか普通に入っていくけど、いいんだね。さあ、裏から回って、ここ。隠し通路の入り口。あー、イベント戦か。火と氷があれば OK だね。まあ、これで、行こうか。やっと入れたな。思ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけていけよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。さあ、今回は正勝先生探すんだけど、返答がないことはないな。はい。これでバレないのかね。さあ、次は？でっかい扉だ。開けるにはあのマガタマの形をしたものを集める必要があるみたいだな。マガタマわかるんだね。あー、意外とパイムは物知りだよね。よっ、勝負。大丈夫です。ミカ、まだいるんだよね。君は飛ぶ。風の神よ、我らを導きた。断罪の名において。先に引くぞ。うん、オッケー。おお、なんかこれかわいいね。でも、え、鬼ヶ島っていうか鬼を意識してんのかな。角あるよね。おお、エレベーターか。匂いもいたっすね、こういうとこすっと。ちょっと待った、待った。まさかそんな降りるか。この後ろはいないね。いるわ。いた。仕掛けるぞ。無念だ。銃撃ってくるんだよね。ああ、なるほどね。
いい仕掛けよ。この壁、なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。隠しかな。そうだね、引くは横だね。こいつら、なんだか強化されてるみたいだ。その力の源は、あそこの鎧と関係してるんじゃないか。画面が見えない。お触り禁止。引くぞ。あ、ギミック系が出るか。思ったより雑魚敵が大変かもね。そんな感じ。お宝あるね。誰でも見せ願いたい。仕掛けるぞ。勝負。拙者にどうぞ勝負せよ。関係者勝負。ついていきます。引くぞ。モナを入れるのありだね。ほい、正々堂々勝負せよ。行こう。両断。いざ姿を見せよ。押して参る。拙者負けなかったか。やっぱ強いな、カウね。相性がいいわ。んで、これより先でいいわけだね。マガタマが上にあると。これ上。あれ、あのマガタマの形、扉にある溝と似てないか。じゃあこの上なんかありそうだね。なるほど。なんで落ちた。いや、綺麗に隙間入りすぎやろ。ほい。やべ、これ。余ったね。とりあえず。いざ、勝負。感電ね。で、マガタマが回り回ってんね。強化系出てきたね。おやおや、意外と離れたら大丈夫だったね。閉じて。勝負せよ。押して参る。強いよねこいつね。居合がさ、意外と断罪道中でも大変っていうかね。いらっしゃい。拙者負けた。ついていきます。で、マガタマ2つね。で、回復しとこう。私に。
下、ああぐるって回って下に行くってことか。取ったもんね。やっぱ刺さんないよな刺さったりとか細かかったらよかったんだけどね。ないか。で、これをいるんだけど、やっぱあったね。こういう隠し多いからね、意外とね。で、降りて、え、そんな簡単に取らせてくれるの？あ、取らせてくれたね。強化が入ってるかな、多分。でもな、元素爆発起きるから、あ、元素共鳴か、起きるから意外とそれは楽なんだよな、強化入ってるやつ。あー、ぐるって回ってきてはめ込もう。おー、かっこいいね。じゃあ入ろう。行くか。刀があるね。この刀もさ、あれだよね、普通の装備として欲しいなと思う。あのレベル3とかでもいいから、見た目がね、と味わいたいよね。こうしてこうして、まあ、よくできてるわ。よっ。で、下行けると。小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや、お前いつの間に。そうだね、今出てた私たちも無事に帰れないかも。何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ。九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。あー、メガリレーの執行者。そうだね、カズハから聞いてるもんね。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。このままじゃ見つかる。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。
さっき準備しといたとっておきで。うわ、花火だ。え、あそこで何か爆発したぞ。まさか花火？見に行くぞ。花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。さすが。当たり前や。こいつはうちの自信作なんやから。おい、よいみや、お前、監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。あの二人の声に復讐したいだけなんじゃ。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。まあ、ある意味義を通すって意味では武将らしいっちゃ武将らしいよね。しかも天狗の方面だったから、なんか日本って感じはするな。大丈夫ですか、マスカツ先生。よいみや、よいみやか。マスカツ先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ。もしあいつらが戻ってきたら。ずっと見てたの？今回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。ありがとう。さっさと行け。まさかの。ああ、でも自分の部下がやらかしたことで殺してしまってはっていうとこなんだろうね。あとはなんかあれなのかな、考えれるところがあるのかな。じゃあ出ましょう。ちなみに何もないよね。ついていきます。やっとあの不気味な場所から出られたな。やっと、やっとあの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。運が良かったし、本当あの人の鍵どっちも言えるよね。あの人の鍵。そうだな。あの九条さらってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを綾香たちに教えよう。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者。彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、
俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。どういたしまして。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。そうだね、闇鍋のことだよね。闇鍋の原点って言っても暗黒料理ができる食材セット、これにしよう。どれどれ。鬼ヤバな絶音の唐辛子、超しょっぱいハム、無評花の数い、なんか恐ろしい鍋になりそうだな。お腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。大丈夫かトーマ。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さよならみんな。全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよ。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。もう想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。
鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。はあ、遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ。大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろじゃあみんなまた。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。ああ、第2章第1幕完了と。これで終わりなんだ。でも個人の例、とりあえずちょっと待ってね。クエストがもろもろ入ってきたけど、あーだよね、ここら辺は伝説任務だもんね。キャラ任務で他の任務を進めてからクリア、してから進めること。だからここら辺だね、伝説任務をクリアして、無音無双、法話を滅す。あ、これに進むんだろうね。審判のな、雷鳴の中で。あー、意外と雷電将軍とかあのあたり出てくるかもね。なんだかんだ出てこなかったもんね。第1章、第2章、第1幕ではね。そっかそっか。じゃあ、とりあえず出てしまって、まあ、今回ここまでにしましょうか。なんだかんだ、いい感じ進んだね。で、次回は伝説任務とかをゆっくり進める感じになるかな。二人分の話を進める感じだもんね。ああ、でも、そうだね。キャラが立っててっていうところもあるけど、関わりはしたけど使えるほどではなかったからね。キャラクター自体はね。はぁ、これからどうしよう。何か計画とかないのか？待ってくれ。画面が。あー、来た来た来た。これからどうしよう。何か計画とかないのか。そうだね。旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、あやか、どうしたの。一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに。今回の依頼はシャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。個人ってことはプライベートなことか。はい、私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。じゃあ詳しく教えて。先日、古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。そこにはお母様が書き留めた様々な指示が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか。まあでも彩香でさえ聞いたことがない名前だからね。はい、両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。
ぜひお会いしてみたいと思い、手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。じゃあオイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、その一緒に手土産を用意していただきたく思ったからで、それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。だから私みたいな異邦人の力を借りたいと。はい、あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。それはよかったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。よろしければ一緒に行動しましょう。もちろん、いいよな。うん、ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。おお、行こう。おお、クルトハクトハク語りき。そうだね、これで勝手に進んでしまったけど、まあまあ、雪鶴の書、多分これだね。これがもう始まったんで、まあ、これを進めていく感じになるのかな、今度はね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また続きは、まあ、2つの書を進めてみて、メインが進むかどうか確認する流れになるかなと思います。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。